皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、まずはこちらドラゴンでございます。で、このドラゴンを使って何をしていくかというと、題してアイランドのボスモンスターであるドラゴンと野生最強のギガノトサウルスが戦ったらどうなるのかということでね、まあ野生のギガノトたたとたたたい野生のギガノトと戦っていこうという企画になっております。まあギガノトって最強クラスに強いんですよ、野生のギガノトって。でドラゴンってボスやから当然強いんですよ。なんでこの2体が戦ったらなかなかいい勝負が見られるんじゃないかなと思いまして、早速ねやっていきたいんですけども、今回ちょっと一つだけルールを設けさせてもらいたいと思ってるんですけども、まあドラゴンって、まあ、見た通り羽が生えてるので飛べちゃうんですよ。なんで極論飛びながら火吹きまくっとったらダメージ与えられずに普通に殺してしまうんですよ。まあそれじゃさすがに面白くないので、今回は、まあ、ドラゴンは飛行禁止ということで、まあ、正々堂々ね真正面からぶつかってもらって、戦っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではね、そこに召喚したギガノトいるので早速戦っていきたいんですけど、まずはちょっとステータス紹介から。ドラゴンレベル84、体力は64000。なんかちょっと減ってるけど、これ体力回復せえへんのかな。まあ一応ボスで、まあ通常テイムできるやつじゃないから、まあ食料値とかは増えないのかな。そのうち死んでしまうのかもしれないけど、まあ今回は大丈夫でしょう。レベル84の、まあ基本的にステータスは振ってないので、もう初期値のままで、戦っていきたいと思います。じゃあね、早速行きましょうか。えい、ギガノト戦おうぜ。はい、おい、バトルスタート。はいや、待って、ドラゴンの攻撃が早い。あれ、ちょっと待って、ギガノトにもしかしてダメージ与えられてない？ノックバックが強すぎる、もしかして。ちょっと待って、火吹こう。火強よ。あ、ダメージ高っ。なれ、え、強よこれ火。ちょっと待って、これちょっと下がりながらさ、これ攻撃してたらさ、あれ、もしかしてこれあれかもしかしてこれノックバック強すぎて余裕説ある。あれ、なんかもう血だらけなってない、ギガノト。え、マジで、え、強すぎひん？ちょっと待って、ドラゴン、え、倒した、勝者ドラゴンということで勝ってしまったな。マジか、こいつ死体回収できんねや。え、マジか、強っ。体力は、あ、でも結構2万ぐらい減らされたんか。でもさすがに野生のギガノトも強いけど、これさ、まあちょっと加減してさ、火吹いたりしてたけどさ、これ火吹かんとさ、一生下がりながら攻撃し続けとったらさ、もうノーダメージで勝てんじゃない、これもしかして強よドラゴン、こんな強かったんか、ドラゴンって。やべえ、もうさすがに正規で入手できないボスモンスター、規格外の強さやね圧倒的すぎる。はい、戦おうぜティタノちゃん。はい、お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 い、ついよ、1550ダメージ。ギガノトより強いやん、こいつ。おい、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 こいつの方が強い、もしかして。ギガノトよりこいつの方が強いか。こいつやったら火吹くか。ノックバックも効かへんし。あ、こいつの方が強敵かもしれん。あ、こっちか、メインは。ほら、しかもなんかダメージも低くない。497ダメージしか入って。あれ、どうした、どうした、来たの。ちょっと海に逃げるな、海に逃げるな、お前。なんかもう一体おんねんけど、ティタノ。なんかもう一体おんねんけど、ティタノ。
なにこれ、もう一体おるや、お前何してんねんこんなとこで。おい待ってや、お前、おい、強い強い、ギタロ強い強い強い、負けるかもしれへん。あーうっと、水に落ちた水に落ちた。実はこいつ泳げたりするっていう実はこいつ泳げんねん。あーやられた、トラは負けた、負けました、ティタノに。あ、なるほど、ギガノトよりティタノの方が強いんや。おめえ強えな、ティタノ。勝者ティタノサウルス。行って、お前ちょ、来んな、ディダ、ディロホって来んな、お前。ちょ、逃げよ。逃げるぞ。いかがだったでしょうか。今回、ドラゴンでギガノトサウルスと戦ったんですけど、まあ、ギガノトはノックバック効くからめちゃくちゃ余裕やった。でも、ついでにやったティタノにと戦ったら、このザマですよ。完全に、死んでしもうてるやん、こいつ。ほら、死んでもうたで。いや、ティタノの方が強いというか、まあ、ノックバックが効かないから、ドラゴンで戦う場合はティタノの方がきついんやな。なるほどな。まあ、ステータス振ってたりとかしたら全然勝てたやろうけど。え、こいつ体力何本あんねやろ。わからんけど、もう血だらけやもんな、こいつ。ギリギリ負けたって感じで。まあ、ドラゴンも、ギガノトと戦ってた時に体力減ってたんで、まあ、それもあるけど、まあ、でも、まあ、勝者ティタノサウルスということで、結果、ドラゴンでやるなら、ギガノトよりもティタノサウルスの方が強いということで、今回は、そんな感じで終わっていきたいと思います。またね、まあ、こういう、なんか気になった、アークの企画であったり、あとはもっと生物とか、まあそういう動画を出していくと思うので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると、大変嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。